お、釣れたっぽい。釣れた。サトゥーさんが釣れたっぽいですね。釣れた。釣れた。とりあえず、サトゥーさんとカズノコの同キャラかな。同キャラかな。お前ジョニーでしょ。いやまあ別に向こうジョニーだったらそれでもいいよ。まあまあ任せるけど、でもお前俺はやり込みを見せてほしいよね。いやじゃあジョニーやるわ。やり込みをね。いやなんかいや俺恋姫やりに来たんだけどって言われてえ俺恋姫やりに来たんだけどって言われて3回ぐらい断られたんだけど恋姫やりに来たの、うん、いや本当誰もいないんで本当お願いしますってどういうことなの。人助けだと思ってやってくださいって言ったらやってくれたわ。そうありがとうございます。タトゥーさんすみませんわざわざ恋姫をやりに来たのにも変わらず相当お願いしたわ。俺解説すればいいかな。なんか53連想してないお前。あ、まあまあなんか連想してるんだけど。どういうことだ。今日で途切れるんで。以上。あれじゃ大丈夫。黒が数の子。いやこのマガトロさんがあの有名なサトゥーさんですね。ジョニー同キャラは中段ミストがめっちゃ強くて、中段ミストを振りつつどうやって触ろうとするかっていう組み合わせになります。あ地上戦のうまさが多分もろに出る感じだと思うんで、割と差は出るのかなとか思いつつ、ただハメいっちゃうと多分ジョニーもどうしようもないけど、まあ、今のところ圧倒されてます。数の子はボコられてます。あ強いんだけどじゃあはーとか言うのやめてもらっていいですか。お前あ強いんだけどこいつ。おーいいですね。これは強いんだけどマジでいいですね。マジかこれ、まあ、こんな感じにするのが理想ですね。これはだからここどうするかなんですけど、カズノコさん今マイケル壊そうとしてますね。今ねちょっと苦しいっていう意思表示が開幕から出ましたけど、投げ通ってミストでダウンかな。うまいバック下がり、うまい。サトゥーさんはね、俺動画で見たんですけど、あんまり切りはめしないんですよね。あんまりとかしてんの全然見ないから、はめあんましないっぽいですね。マジか。カズノコさんもキキャンでなんとかしようっていうこの苦しい苦しいっていうお、これはおーおーおお勝った。いや安いよ。おお安い。無理しない。うーん何も起きないな。あ、起きたよ。やばい、通ってるのが全部マイケなんだけど、はいはい、マイケ強いよ。53連勝どうしたって言われてる。マイケ強いよ53連勝、53連勝の男が、はい、53連勝来ますよ。避けられて、あー、レベル1、どうするこれ。かなり厳しい。芸術さんがひどい、コインもない、はい、コインなし同キャラやばいな。あ、あはしてる。いやー、サトゥーさん、コンボ選択がかすって、バストガード、禁煙中、あー、つながるんですけど、本来ならはいあと無理くりなんとかしようとするの、ちょっとやめていただきたいんですけど。サトゥーさん、さっきのちょっとコンボしくじったっぽいですね。多分、投げ俺のなロマキャン前早あたりで死んだんじゃなかろうかってとこだったんですが、おー、投げ込み金越を、待て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 、お、うまい。うわー、むちゃくちゃ。はい、繋がんないよ、このこと。そうですね、ジョニーの固めはコインを使わないと結構なんか暴れ通しにならないことが多くて、なのでコインがない状態は結構暴れられるんですけど、出てない。こういうの連携だけ暴れ通信になるってなるんですが、基本的に暴れ通すのがちょっと本来なら難しい。だあやったやった、キース投げ仕込みだから仕込みが出なくて、うまい。
わー、クソ野郎。あ、生きてるよ。いや、入ってないよ。やべ、こいつ。あー、いい勝負。あー、俺の忘れたんだけど今。はぁ、いや、早かったな、勝ってたの。めちゃくちゃするからな。あれれれれあれれれれれそして井上さん連行。ああ、相手同段、あ、これ同段戦になっちゃうよ、これ。やばいね、やばい、これ俺の台下がるからね。やばいね、これ。ああ、でも、あれだね、レベレーターの配信でいきなりジョニー同キャラってのもいいね。新キャラだから勝てようではいないじゃん。確かに、そういう意味では結構いいのかなと思うけど。しかもまさかの佐藤さんが15連勝してんじゃん、しかもあいつ。そう、まあ、向こう、でも君53連勝だったから約 3.5 倍ぐらいの連勝数があったんだけど。待てねえのかこれ。ああ、コンボうまそう。ジョニーはなんか人によって結構コンボ変わるから割と見てて面白いですよね。今作からの差が、はい、はい、おお、かくったかな。まず負けんの、うまい。おお、ジョニーゲンですね、今のコンボ。達夫さん、しっかりジョニーゲンのコンボやってきますね。厳密にはジョニーだけじゃないかもしれないけど、ジョニーに入るっていう。間違えた、間違えた。で、マイケイがガードさせて、ジョニー側が有利なので、マイケイを同キャラの場合ガードしたら助けを出されると何もできないですね。やっぱエイエス強いな、この組み合わせ。エイエスは強いよ。この数の子が振り回してるマイケイはコインに勝てるんですよね。その代わり通常技に負けるんですが、通常技を振ろうとすると、まあ、レベルミストだったり今みたいにコインに引っかかるので、その辺を主軸に読み合いしていくゲームなんですが、割と地上戦が出るのかなと思うので結構面白い組み合わせなんじゃないかなと思います。これですね、マイケは有利で、このマイケを止めて煽れる、確認できず。うまい、あ、うまい、確認して、取れはんか。あ、うまい。いや、これは多分、マジか、確認にはならない。そう、今みたいにジョニーの俺の名はいろんなキャラがマイピーで避けれて気まずい雰囲気を出す、作ることができます。確判になることは結構少ないんですけど、割とマイピー重ねるのは強いですね。どうする、おお、やる。甘いね、甘い、甘い。おお、マジか。届くんかい、せめて下がれよお前。甘いとは一体。届くんかい。いや、打つのだけなんだろうお前。確かに、そうなんですよ。俺は佐藤さんが有利ですね。おお、うまい。これですよ、これ、このね、地上戦が、地上戦が大事。次負けたら、あ、はい、あの、あ、はい、もう、もう俺、もう俺、お願いします。あ、俺の段位下がるな、このままだと。段位上がり下がりしてほしいけどね、俺。あ、そうそう、あ、上がり下がりまでやる、上がり下がりまで。あ、いや、いいっすよ。それはね、やっぱ段位戦、そう、今回段位結構上がりやすくなって、まあ、割とみんな高段位になってるんですけど、だからなんか鉄拳とかいろんな格ゲー見てて思うけど、こういう段位システムって同段が一番熱いですよね。おお、負け負け。同段戦になるとなんか、あ、俺が熱くなってしまうのが結構ありますね。さっきはスライハンド当たってないけど。で、このさっきは数の子さんが見せてるキキャンなんですけども、おそらくこれは良くはないですね。ジョニーは今回ゲージの溜まる量がおかしくて、前に歩いてもあの前ステップするだけでゲージ 10% ぐらい溜まるレベルなんで、キキャンをするとなんかシステム上クールタイムっていうのがあってゲージが溜まりづらくなってしまうので、序盤で毎回キキャンをしてしまうとジョニーのいいところが出なくなってしまって、ドヤが押されましたけど、ジョニーのいいところが出なくなって、まあ、ゲージがなくなって最終的にきつくなってしまうんで、できれば本当は使いたくないんですけど、まあ、無理くりね、始まりで勝てないんだよ。 EX デッショーのごとくぶっ放してますけど、始まりで勝てないんだよ。あー、今つながりそうだったけどな。今のはカツラが本来不利だったんですが、撮影の判断が遅れ、タツキが通った形かな。投げは使わない。あ、セリです。
はい、かすって、はい、はめやろうから、はい、うまい、安いよ、エースシャガハイの方がいいよ、はい、シャガハイか、あ、なんか白半かな、勝つよ、コイン上段、コイン完成ジャンプからスバイハンダー、かす沖縄前ハイ重ねて、あー、受けて、あー、危ない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 、さすがに今 100% あるので、こういう時に機嫌を使うのは望ましい、結構望ましい展開ですね、うまい、おー惜しい、逆にこれはゲージがない数の方が不利かな、残るよ、お、これははい、おお俺の出番が申しやろ、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 さあさあ申しやろ、申し行こう、申し行こう、申し行こう、あや勝ち逃げされるとこだった、危ねえ、あいつ勝ち逃げするつもりだぞあいつそう、ゲージのね、溜まる量がマジですごいんですよ、ジョニーって本当に、一回今度ゲーセンでジョニー使ってみれば分かると思うんですけど、前ステップするだけで 10% ぐらいリアルに溜まるんで、そう、前ケーキちゃんダメなんだよね、本当はダメ、そう、本当はダメですね、地上戦全く勝てる気しないわあ、やばいわ、まあさすがに年季がね、うん、それこそジョニーずっと使ってるね、ジョニー待ち望んでたぜ、がねえわ、やっぱ伊達さん、コーヒー姫強そうだな、俺実はコーヒー姫ちょっとできるんだけど、あ、そう、ジョニー・ジョーキャラ実は1個ターニングポイントみたいなのがあって、前ステップを止めれると強い、これも本当は良くないですね、ゲージ使っちゃってるんで、これもまたたまらないパターン、どうしよう、前ステを何かで止めれると結構強いですね、うまい、うわー、待ってらっしゃる、おい、で、かすって鍵重ねかな、お、何もしない、ガーキャン消極的だな、勝てるのかこれで、勝てる、今のワーキャンは多分レベル差も考えるとこれも良くはない選択肢だったかな、うわー、コイン当たんね、コインちゃん面白いな、ジョニーは結構崩しがシンプルだから、この体力になると自分もこうやってそう避けられるとリスクしとっちゃうから、TS の上げ仕込みは全然できないんだけど、 TS はなぜ仕込まないのかという話もあるんですけど、やべ、俺逆だった、ちなみにジョニーさんは今回空投げから拾えます、俺が調べた限りだと確かソルシンベッドマンだったから、ベッドマン以外は拾える、ただ高さとかで拾えないキャラがいて、拾える拾えないがあって、なんか高いと拾えないキャラが結構いる、あとエースで拾った方がいいキャラと助けで拾った方がいいキャラとかいるんで、割と空投げは情熱界の皆さんは調べた方がいいんじゃないかと思います、あ、待てたもん、さあ、おお、ジャンプ、やべ、コンボ超間違えるな、コンボ全然あれだね、テンパるわ、これミストはいいな、そう、このミストが強い、先端ミストジンドレルとかなり、あー痛い、おいしゃー、今の金エースコイン金エースのコンボルートは一応バーストはガードできるんですが、速すぎて基本的にガードは厳しいっていう感じですかね、全部バーストホントガードできるんですよね、かくん、そう、これで拾えるんですよね、そう、いいコンボ判断、しかしコインがないから今のは捨て取れ班に行きたかったところですが、やべ、倒せねえ、そういうこといらない、うわ最悪、こいつゴブゴブゴブ2勝2敗、連コインしてもいいんですよ、連コインしてもいいんですよ、いや、拾えたこれだけ拾えるよ、拾える、あ、知らない、浅いね、浅いいや、やっぱやってるやつに勝てないよ、タトゥーさん、いや、もうやってるやつに勝てないいやいや、あと1試合やれば発揮するから、確かに、あと1試合やれば発揮するから、あと1試合やれば発揮するから、これが痛いからさ、ファイナルマッチやろ、ファイナルマッチ、
ファイナルマッチやろ。ファイナルマッチ。ファイナルマッチ。まさかの三先。やっぱやってない奴には負けねえ俺も。さすがに。ジョニーはね、クエ投げから拾えるんですよね。あれキャラゲンじゃないの？キャラゲン。だけど、拾えないキャラが、ソルとシン、ソルと、あれ何？ソルとシンと、ベッドマン以外いない。あと全部拾える。で、レオはタツケイで拾いやすいとか、チップはなんだっけ、エースマホは拾いやすいとかいろいろあるんだけど、ああその辺を全部調べるとジョニー使いっぽいよね。ちなみに俺調べたからね。ああ、マジで全部調べた。結構時間かかりそうだね。かかる。あとね、あのジョニーのなんかジャンプ頂点付近とかだとダメとか。ああ、そうそうそう。なんか低めでやると拾えるとかあるから、タッチ系で拾った方がいいキャラとか、エースで拾った方がいいキャラとか。で画面端だとやばい、エース、シャガハイ、DD、カスとかできるから。そうそうそう。そんなないんだ。うまい。だお今カウンター確認しましたね、はい、そう今そう、ホンダガードできるんですけどね、難しい。佐藤さんちょっと焦ってるか。焦ってるね。焦ってるか。お前も焦ったけど。俺も焦ってるね。はい、焦ってるね。間違えた間違えた、焦りすぎだろ俺。もう強いし、カズノコは押している。はい、あー終わったか、はい、安いよお前。安いのこれ。なんで鬼滅指導なの。あれ前半いけるからね、あれ本当は。え、前捨て1回から。つばい、いや、つばい前ハイとかいける。嘘、いける。前捨て2回前ハイでもいいし、つばい前ハイもいける。で、立ちハイだと絶対安定する。前ハイはちょっとむずいんだけど。へぇ、うん、お前調べが足りてないよ。マジか。あ、うまい。下段から、バックステ下段からのエリアルで勝つ。あー、減りすぎ。足まで重ねて固めていく。はい、ブリッツでぶっ壊して。もう見てます。あ、うまい、うまい。ハイディよく入れましたね、今ね。あー、うまい。入れ替えて、あー、コンボが。あ、やった、やったね。今のは、一応光返し、あの、俺のあれを暗転返しできるんですが、まあ一応直画で安全取れましたね。素早く重ねて、これは向こうゲージいっぱいあるから、これはしのがないといけないんで、状況かなり厳しいが、このゲーム何やら、ヘルファイアモード、体力が点滅してるときはバーストは弾の速さがなんか上がるらしいので、こうなったら諦めないでちょっとでもいいから延命させた方が次のラウンドに持ち越せるんで。あ、多分勝ちて。すげえ渋い顔してる。勝ちて。さあ3先最終ラウンド、かなり勝ちてるところ。最後エース、あーやろう。かすってコイン、受け身狩りを突っ込みつつ前蹴。うわー、バックス弱え。ジョニー、おいお前バックジョニーさんのバックス最強だから、お前11の9だぞお前。オーケー、回ってきた。お、あるか。うわー、コインにバックス。これ昔の対策だったんですけど、最近ねジョニーいなかったんでみんな忘れてるかもしれませんが、コインにバースト打つと結構うまくいったりすることが、読まれさえしなければレベル2にならずなんとか済むっていう。わしゃ投げてじゃん、勝つまで行き、こいつはカス切りはめするでしょう。はい、しかしコインがもうないんで、この後のハメで、これ、あー、まさかのミス。おお、できる。そうですね、いいコンボ判断。しかしゲージが100プラスコイン3枚、しかもワーストもある。これはかなりきつい。あー、やべやべ。これに勝つには無茶をするしかないところですが、うわー、やべえ、これ死ぬ。これやべえ、これははめていいんじゃないか。サテさん、はめていいんじゃないか。あー、えらい。はめをしない。おー、ガーキャン、やべ、かっしいけど、ガーキャンでいいのか。これはかなりきつい。地上戦が求められる。底力見せたれ。あああ、これ残るぞ。残るね、うん、はめていいんじゃないか。はめるか。あー、お願いします。サイレタイブリッツ下段。わあ、そう、お願いします。おー、これは時間がないが、あ、あこいつマジ、こいつこいつ、いやー、今のはなー、なんだろう、まあ、しょうがないと言えばしょうがないんだけど。おい、ブリッツ返し読みとかすんのかよ。いや、これ勝ったら五分だな。まあそう、まあ、勝ったし、勝ったら五分だね。勝ったら五分だ、うん、こいつ、最後冷静じゃねえか、こいつ。まあ、ね、相手冷静だったな、今。冷静だったね、そう。ちょっと駆け引きは面白かったけど。いや、勝ったら五分。勝ったら五分。いや、同キャラ戦うまいな、マジで。まあ、そりゃそうだろう。電気は違うからな。うめえじゃねえか、こいつ。もう
ちなみに周りでは対戦が流行っております。はい、いっぱい人が集まってきましたね。嬉しいことですね。ありがとうございます。いや俺はハメるよ、サテルさんに悪いけど。俺をハメる、まあそうですね、レベル差があるのとはめだってか、本来はめだ方が強い。はい、買うね買うね。はい、コイン当てて、またやった、マジちょっと遅かったね。あーうまい、入だろ、入んねジョニーは入った、ソルだったら今入っちゃうんだけどね。さあ微妙なコンボチョイスからエース確認できず、ジョニー、そうジョニーってねあれなんですよね、実は単発からレベル2の時に単発ヒット確認ができるキャラで、2Sとか AS とか当たったらそのまま中段ミストにつないでコンボに行くのが本来理想なんですよね。前入れ込んじゃうと、あやったやったこれ、あんま良くないんで、どうせ本当は良くないですね、本当は。いやーおーぶっ殺した。俺の友達に確認が上手い人がいて毎回確認してくるんですよね。ジョニー使いはそこを今のところもそうですけど、そこだけ頑張ると結構勝率上がるんじゃないかなとは思うんですけどね。単発確認おすすめです。あー削れた、飛び道具でした。コイン投げられましたね。勝つよ。はい、前が通り、はい、前蹴り有利取ってますね。前ハイ振る、前ハイ振る、であー隙がでかい。前ハイはそうですね、強いんですけど弱点としては今みたいに後隙がでかい。うまいぞお前コンボ、何それ何それ、はい、やるやん、さすがカズニー、はい、はい、はい、あー投げ当たって、はい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 、はい、使う、あー確認したんですけど、確認したんですけど、ちょっとしゃがみぐらいだったからね、しゃがみはちょっと姿勢があれになるから。お向こうも確認、ゲージ100%あるときは単発確認トレジャーハントができると伸びるんですけどね。これは本来ミストで攻めたいんだが、コインで攻める、投げこすり、ミストファイナーが本来強いんですが、向こうレベル2だから3か3か、まあこれは無理することはないんで、まあゆっくりやってますが、向こう 100% あるので多分2個だけで、あーコイン投げた、コイン投げた、あ終わった終わった、へえ、なんでそんなんの、うおーすげ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 ー、おー取れんじゃねーか、あーブリッツ見てから、ブリッツ見てから、あの消費ブリッツ取れないんだこのゲーム、ブリッツ見てからやってきやがったこれ。マーク負ける、はい、うわーやーなるほど、かすってバレてる、もうこうでこう、今立ち合い拾っただろ、バスバスバスか、リーリー、お、やんない、いや、おいしい、パクった、あー、ガードできるんだけどな、コインでバーサス、ほんとはコインはガードできる、うまい、あ、死ぬ、これ死ぬね、なんでゲダン、あああ弱え。え、これ勝ってもさ、うん、まあ、勝っても、そうね、向こうが入ってこないと、もう負け越し確定みたいな。そう、まあまあ、とりあえず、まあ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 、まあまあまあ、ぜひ、全然いいと。ソルいいっすか。あ、まあいいんじゃない。ソルいいっすか、ちょっと。ただ、ソルきついよ。え、ぶっちゃけ俺は、ソル有利は絶対ないと思ってるけど。マジで。うん、最悪5分だと思う。よくて5分かな。いや横出しのコンボとか別にいらないよ、横出しは、まあ、俺出すと使わないから分かんないけど、さあ数の子さん、ここでまさかのキャラクターチェンジ、段位認定中のソルさんが5番、あ使ってないんだね、いや1回も使ってない、マジか、1回も使ってない、これ数の子が勝ったら2勝勝らしいっすよ、やったね、いやでもこれ勝ったら、いや俺メインキャラソルなんでなんかまあ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 いいでしょ、まあいいでしょいいでしょ、まだ確保があるぞ、あ、ね、あれが辛いんだマジで、 お前があれをどうするか俺は期待してるよ、はい、おーうまい、お前相手当たらないと思ったんだろ、いや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 、やったやったやった、はい、リールが当たって、おい届けよ、
砕けて、はい、ロマキャンしないでも拾い抜けるロマキャンをしていく。火力が安くなって火力が安くなって、はい、ボルガニックバイパー非常に当たりやすい。ブッキラ、おお。フニール、はい、あーい。実は今の、ガングフレキャンハフニールなんですけども、ハフニールが先に当たってガンフレが当たるので、実はガードしてるとジョニーが有利になる、相手が有利になるんですよね。だから当たってよかったねっていう実は連携です。あれパワーコンボだけ、おうまい、いいコンボだと。おお、連戦隊いく。なんか技の振りがうまいですね。風の上から攻めていく。ブリンガー、はい、いい、いい、ハフニール、入るのか、それ入るのか。お手切りをヤードキャンセルめくり、おお、やる。ガンフレガンフレガンフレ、ハフニール技を振りまくる。あー、うまそう。立ち合い、まあ投げですね、うまい。あー、そう、ジョニーはね、ソノーもガンフレがちょっときて、低クラッシュが当たらない。あー、だけど、なんで低クラッシュだよ。おお、あー、こいつ危ね。またやった、この、はい、はい、レインソルだからレインソルだから、俺あぶねー。いや、メインキャラでは勝ったわ。メインキャラで勝ちましたね。 ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。次どうする、誰誰、いやもう全然誰か呼んできてくれてもいいよ。誰か呼んできてほしい。今誰、今佐藤さんに次の対戦相手をお願いしに行きます。いやまあメインソルだからさ、そうだね、申し訳ないことしたんだ。メインソル、まあそのメインキャラをつい出しちゃったかなみたいな、ね、やべ、一回初めてプレイしたわ、レベルエーターの。そして佐藤さんは冷静に恋姫にコインを入れに行きましたね。あ、どうぞどうぞ、お願いします。お願いします、お願いします。さあ、本当に恋姫やりに来たらしいですね申し訳ないことした。いやいや、俺よく4回佐藤、ありがとうございます。3、4回頼んだから、ありがとうございます。申し訳ない。イートンシステムだ、確かイートンシステムだね、今はなき次のゲストお願いしますこれいいかもしれないね。ありがてえよ確かにイートンシステムいいわ、間違いない。俺ら楽に来ちゃうけど、おカオティビオン、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。カオティビオン応援って書いてある。ミリア使いの方ですね。ミリア使い、まあ勝ちますよ、まあ勝ちますよ。ミリア戦得意ですから。本当、ああ得意言うね君、離れとけ。マジ流行ってるな、すごいね。で全体待ってるわ、ありがたい。お、サイレントス投げて、あ、やべ、やる、ユキさんかな。ミリアソルは今回某小川さんの情報によると、ソルいけるようになったから有利あるんじゃないかって小川さんが言ってましたが、果たしてどうなんやろ。そう、ダストは中段とかな、中段剣投げ暴れと、昇竜剣ボルカニックバイパーを吹かす卓になってるので、割と安全、攪拌もないので、とりあえずダスト重ねとけば、まあ、ミリアにほぼリスクはないよっていう。なので結構冷静ですね。初見の相手に対して重ねる技にしてはかなりいいものを持ってきましたね。俺と発想が似てるかもしれないですね。エリアルを決めて、これはミリア側はエースを当てないですね。このゲージであるのでエースを当ててダウンまで持ってきて次の置き攻めで勝てる。あ、バラにした。ソルにバラは怪しいがどうなる。そう、バラの、バラの、利点としては後隙がなくなる。バットムーンとかアイアンセーバーっても攪拌がなくなるので、それでなんか結構置き攻めが何回もできるか強いってところはあるんですけど、それは無敵技があるので花ごと消しちゃうんですよね。なので置き攻め以外で花を使うのはドットを削るときは結構強いんですけど、それ以外はちょっとエース立ち合いに使った方がいいんじゃないかなってときは僕は思うんですけどね。で、ちなみにソルはサイキックでクラゲするとあのブリンガー入らないキャラ結構いるんで、はい、フリーフレームからのブッケラボに投げる。で、お、高速なんか来たん、
おーい、あー、これだよ、これこれがこれがギルティギアだよ、これがギルティギア、これがギルティギア、ありがとうございます、ありがとうございます。そしていなくなる、あれよかった、入ってくれる人いるわ、うん、結構そうだね、うん、入ってくれる人がいて、すげえよかった、すげえ助かる、お並んでますね、今3人ぐらい並んでる、並んでる、並んでる、マジで嬉しいわ、これよかった、いいとこシステム使わなくて済んだわ、よかった、あれ、ケイスケさん、レオ使ってる、おい、ケイスケさん、サボりか、サボりケイスケさん、対戦してる、サボりじゃねえかよ、でもなんか嬉しいけどね、まあまあそう、なんかそう、なんか俺嬉しいな、あとゲーセンで練習してるって、そう、ゲーセンで練習してるっていうのは、まあいいね、これ なんて読むのこれ、田渕さんのファースト、これあれだね、刀身激突の組み合わせでね、あった組み合わせだから、カズノコさんこれは対策はバッチリだと思うんですが、バッチリです、お、バッチリと、本人からバッチリと、ちょっと安いか、はい、この組み合わせは僕はファーストが有利だと思っているんですが、さあどうなる、アフニール ES マイピマイハイガンフレフェイント、ダウンオイチガンフレからほぼレンガ気味に固め、うん、ソルはね、ガンフレ持続重ねがやっぱ強いですよね、その後が有利フレームなんでどうしても相手暴れられないから、そっからのタグが強い、マイピーカウンター DD をハフにいる、グリンが TS マイピーマイハイゴールか、これだけで減る、ガンフレ持続からの助けをレンガ気味に重ねて足払い、下段下段、いやこれやれな、これは焦らない方がいい、おーうまい、あ、いやいいと思うよ、あーお前笑われてるぞ、お前すげえよかったのに、すげえよかったのに、並んでる人笑われてるぞすげえいい判断だった、うまい、まあボルカ、安定のボルカから、これはファースト厳しいですね、お、ガンフレ、おー盤石、いや、いい試合だね、いいね、いいね、いやー、面白いわ、面白い、やっぱソルは強いね、ソルは強い、マジで、ね、ジョニーも強いからね、お前が使い壊させてないだけだよ、ゲージの使い方はまずダメ、俺のジョニーいつも 100% あるもん、なんかしないけど、いやいやマジで、同キャラでそんな判断されましても、同キャラだから判断できるんですよ、あー、やばいやばい、来た来た、ジャックオー、ジャックオー来た、ジャックオー、どうやってソルで対戦したことないよ、プチさんですね、よろしくお願いします、お願いします、こういう感じだこれ、あーこれ壊した方がいいよ、家を投げる、この家投げレベル5って聞いたんですよね、え、レベル5なの、レベル5らしい、ゴルカ体育いけるよ、バックセル性能いいな、あ、やってないやってないやったけど、あーすげー、やってない人がイーチスのゴルカニックワイパーからバーストを読まれ、あ、おちおちおち、邪魔してくれる、実はこの組み合わせ絶対にソル有利なので本来なら負けてはいけないんですが、え、ど、何をすれば有利ですか、何しても有利だね、何をすればあの、ね、単価が違いすぎて適当にぶっ放してるだけで有利になる、そういうこと、あ、安い、はい、安いコンボから、いや、なんかスライディングアウトか、おい、なんか来たよなんか来たね、頑張って、おい、なんか来たよ、大丈夫大丈夫、あの、下にサーバントの攻撃死なないから、あ、そう、サーバントの攻撃だけだと、あの、このゲーム絶対に体力残り1でも死なないから、オーケー、ジャックオー本体の攻撃を食らなければ死なない、あ、うまい、うまい、うまい、2体も来たよ、あの、リボルバーでいく、ジャックオーはね、俺、可動処理中これ絶対強いだろうと思ったんですけど、単価が低すぎてちょっとギル的には追いつけてない感はある、マジやり込みならどうなるかなってところだけど、ちょっと成熟するのに時間がかかりそうなキャラではあるね、なんか格闘ゲームって、まあ、ソルとか結構あのこういう竹槍スタイルでも全然勝てるんですけど、ジャックオーはなんか戦術とか戦略的なものを持ってこないと多分安定して勝つのはまず無理かなっていう、まあ、やりがいのあるキャラだと思うんですが、ちょっとむずいかなって感じですかね、そう、火力がなさすぎて厳しい、あー、火力ないんだ、ギルティギアはね、まず火力ありきのゲームだから、確かに、今ではチップさんですら火力あるからね、確かに、あ、おいしい、これだ、あ、おいしい、
はい、それね、超端行かないと入んね。あ、うまい。あー、ダストだ、これダストがね、移動してくるんだよね。チャガハイと発生が2でて、チャガハイ3ハイか。じゃあ、カズノコさんの砕ける期間からの足払い。砕ける期間大好き。鉄板ムーブ来た。え、TC か。ライアントスタンプ、これ入んないんだよね、ボールが叩き落ち。あ、そう、センターすぎると入んない。うまい。やべ、さあ、あるよ、頑張って。あー、火力やべえ。そう、火力差がどうしても出て、あと S のさ、サーバントいるじゃん、 あれがなんか一生懸命し、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。 S のサーバントが仕事してる時にグランドバイバーパナスじゃん、あの上昇中に殴ってくれるんだ、超安いんだよね、ボルカパナスでもそう。だ仕事向こうはね、逆に仕事しちゃうんだわ。あれなんか飛び道具ってくるやつって SS の、そう、あのなんか魔法使いみたいなやつ、そうそうそう、あれがね、ぶっ放しを安くしてくれるから。え、そんなに飛び道具早いの？なんかいつ来るか分かんないけど、なんか結構ね止めてくれるんだ。そう、止めてくれるから、なんかいるときはなんかもう、うざって時はね、やると鉄板ぶっ放すと、あ、助けてくれたわって何もない、そうだからね、ソル相手はね、S と微妙なんだよね。お、ダットの方、闇月さんですね。そうね、またですよ。ダット来たか。でも俺ダットにはジョニー出そうかと思ってるから。ちょっとキャラかぶせるのやめてもらっていいですか。せっかく来てもらってるのに、お前。いや、俺今日ジョニーでいっぱいやろうと思ったんだけど、まさか、まあ、ついメインキャラを出してしまったでござるっていう。まさかメインキャラが、俺のメインキャラソロだったとは。メインキャラ横の竹槍さんはね、あの知識基本的にどのゲームもないから、それはしょうがないですね。逆にこの知識のなさでそんな勝ってんの、むしろ褒めるべきみたいなところはあるからね。おー、うまい。おーおー、今のはジャンプ系にするべき。あ、ジャンプ系、そう、発生が早いから高いのにやっちゃった。入った。行ったこれ。正解。あ、やっちゃった。ダメ。入る。あ、落ちる。竹槍さんが竹槍していく。入んないよ。あ、入んないんだ。マジか、入んねえじゃん。ザトは入りづらいんだ。あ、そうなんだ。ベノム入んないんだじゃん。ベノムうまそう。なるほどね。結構入りづらいキャラいるから。お、これは。これはアークレボー、え、ベスト8のベスト8じゃない3回戦のあれじゃないか、決勝カードじゃないか。来たー。あらあらありがとうございます。あらまさか来ていただけてるとは。今配信中にちょっと携帯見るのやめてもらっていいですか。いやいやいや、ちょっといろいろあるんすよ、いろいろあるんすよ。マジか。アークレボー、そうですね、俺らアンユージュアルの3回戦の決勝のカードですね。カズノコがギリギリで勝ったっていう。あ、見えない。あ、バースト読み。あ、バーストよミスした、それ。P 狂言、P 狂言、S 狂言、拾い直し。P 狂言、P 狂言、K 狂言。ダメ落ちから、音符機関、ボールか。うまーマジマジか。どういうこと、やり毒なのかな。やり毒っぽいよね。ボールか警戒から、音符を散らして、出た、カズノコさん得意技。お、使った。あ、使った。これは延命したいけど、延命させて。カズノコさん得意技、延命に便利。お、リワサ立て気味かな。あ、ワンチャリオ、ワンチャリオ。あー、ロイ式 DD DD SD ボルカじゃん。あー、前パン無理。あー、かぐってる。かぐったー。かぐらずに前パンで勝てんのかな。勝てんじゃん、わかんないけど、重要だよね。判定はそんな強くないよ、あれ。敗北無理だろ。着地下段バースト読み、次はハイズ大木ではなくジャンキャンでバースト読みしてきましたね。入ってくるのはちょっとすごいですね。はい、じゃあリワサ立て気味。そう、今みたいに攻撃判定が出てる技を出すと音符を最初の方に当ててくれるから、その後なんか音符が自分が連続で当たらなくなって、すぐ消せるっていう対策ですね。結構あるんですよね。ファーストとかだと、大変 S とか置くと多分なるかな。アイエス大木。あー、危険が。うまい。あ、もう危ない。危ねえ。やべ、これきついな。お、いいホールドだが。うまい。向こうはコマ投げ打ってましたね。やべ。あー。あー、うまそう。いいね、ジャンプハイに当たらないので
ジャンペス当たら やらないとあの当たらないから。いいっすかジョニーで。どうぞ。いやむしろジョニーの方がいいんじゃん。俺やるとしたらソロだからね。やっぱ上手いっすね。踊った上手すぎるわ、うん、どうやって勝ったか覚えてるよ。よかったね、頑張ったね。どうやって勝ったか覚えてる。褒めて使わす。そう、うちらアークレオね、実はそう対象戦に行ったのが1回だけあって、それがそのこの弟さんがいるチームだったんですけど、カズノコが勝ってなかったら俺ら負けてたんで。俺の唯一の。そう唯一だから俺。そうやね、頑張ったな。もう176試合待ってんだけど、ジョニー待ってんな俺。頑張ろう。この組み合わせは昔どうだったかな、なんかよくわかんないけど、まあ、あんま今のは投げ暴れ潰しですね。着地下段のタイミングでハイエス入れると今みたいにジャンプハイにジャンプ D に負けるっていう。待つか、いいキャラ今のガキャン。微妙ですね。お、えらい、ちゃんとしゃがみくらいを確認していく。投げてコイン PKSD すごい。あー、うまい、そっちか。なるほど。お、マイ PS かマイ P 投げし、マイ P か投げし込みからかすって、あーって、リバーサー空中の消費、あの空中の消費確か当てて有利なので、あの地上の消費も空中の消費も無敵はあるんですが、空中の消費の場合はジャンプを経由しているので、あれはあれですね、配列の地上の消費を読んで何もしてこない読みで出してる感じですね。そうすると遅らせ下段とかやるとあれで勝てるので。お、ジャンプ系だけど、さっきロイ式みたいなやつですね。あー、これ消えねえわ。イノはね、低クラスから4回ぐらい出せるからね、下段がいつ来るか分かんないからめんどくさいよね。前系簡単、前入って何コイン、うまい、そんなんあんの。ほえーす、カズノコさんかっけー。わー、うわー、ちょっとそういうの困る。ピヨルタよ、お、うまい。あー、今悪くなかったんだけどな、コイン当てなかったんだよな。とりあえず俺のなやって、相手は勝ったけど、差が消えか。ジョニーはハイジャンプがね、すごく高いから音符から逃げるのは簡単そうだけども、うまい。あー、おいしい、これはおいしい。おー、これはおいしい。やるじゃないですか。いやー、俺ゴーキャラだけ仕上がってないからさ。ゴーキャラだけさ、やりますね。あ、もうやないかな。やっぱジョニー強えな。気づいた、気づいたわ。超強いから、超強いから絶対。気づいた、ワンチャンエスラあるからね。確かに気づいたわ。お、ソルですね、ノーカードさん。やばい、ジョニーかっけえ。だってジョニーかっこいいよね、今回やばい。かっこいいね、確かに、うん、俺見た目使ってたもん。本物もかっこいい、うん、かっこいいしね。見た目いいよな。うん、見た目がいい。ダメ、マジだ。この組み合わせはシャガエスがジョニーが強い。シャガエスとエースを軸にたまにワイハイ振ったりとかして、あとコインとか打って頑張るんですが、マイケマイケ大好きなんでね。そうだね、ノマキャンはいらないが合わせて、おー、そう、3発確認、これ、これができるとすごい。 PKPKPPK ディワイン機関から K クラッシュ、すごい安いコンボして。ちょっとやめて。そうですね、投げて上段ミスト、そうですね。あー、頑張ってる。おー、頑張ってる感じるな、ジョニー。やっぱいいんじゃないの。お、アインさんがいる。アインさんもやってくれんのか。あの、コイン、お、あいつのか、マジか。マジ、なぜ S 押した。怖い怖い怖い。デグラスな S じゃないだろ。あ、これはしゃがみくらいなんで、そう S 前ハイまで入れたいところですね。だからブリンガーは結構しゃがみくらいになっちゃうからリスクがでかくて、ジョニーさん有効なんだけどリスクもでかいっていう、使うか悩むなってところですね。合わせて僕バスト、あー、僕だけど、あー、ダメ。
ぬるいわ。ぬるいな今の。ぬるいわ。調子悪くね。ぬるいわ。まだまだまだ。あおおマジかーやり込み。ありがとうございます。いや面白いな、ジョニー。いいねいいねいいね。負けないね。あまあ負けないね。あ全然負けないね。お噂の誰。あ今来た。あ今お前捨て取れ班できないの。え捨て取れ班できないの。できません。あれ絶対やった方がいいよ。嘘めっちゃ強いから。あれゲージ 25% 回収するから。なんか厳密に 25% でコイン回収しながらそうもできる。あ間違えたって。あいつ間違えてレオを使っていく。さあこれでカズノコさん負けてしまうかもしれないからね。いや負けるわけねえだろ。ほんとに17段だろこっちは。お前え俺17になってない。あ16だ。16だ。自分の台に乗るのやめてもらっていいですか。間違えた。自分の台に乗るのやめてもらっていいですか。あ、いた。あ、めくれてんだけど。はいはいはい。今回レベル以下になってから前回のモードを使用しますかっていうのがあって、それを使用するとそのままねできるからいいよね。わざわざキャラ 選んだりとかしなくてもいいから。そこはすごい俺好きなんですけどね。ああ、ヒットかけできない。だあ。やばい来たよ。あぶね。うまい。やる。さすが味方勢、対策バッチリ。ああマジか。背面モード。おおバックス投げ。いい KSG。すごい。おいしい勝った。そう。おちゃんと変えてきた。えらいぞ。えらいぞ。バーストないときはそれでいいぞ。おおできる。できないできないできる。あああ兄さん文句言ってるよ。ほらえ文句言ってるの。文句言ってる文句言ってる。おいおいおい目を使って文句言うとかやめてくれよ。そういうこと言うんじゃないよお前。目を使って何言うんだよ。中段ガードガードやめて。中段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 抜くい。うっ下段パスゲーム。このキャラこのキャラマジ。はいおいしい。あいつかわせて今下がけでバース読んでもよかったけどな。投げブリッツをスタッフやるやん。ボフレイ有利から4ダメージ直が。あー知らんかこいつ。知らんかこいつ。レオの覚醒はですね5段ヒットするんですけども、4ヒット目を直画すると5段目の、カウンターで割れるんですよね。お、うまい。で4ヒット目直画して5ヒット目のところに5段、カウンターで割れるから、ソルの差が早いがカウンターするぐらいの硬直腹はある。そうだから5段目まで行っちゃうともう絶対カウンターしないから。あそう結構しかも硬直短いから4段目直画4と5の間を割るっていうのがいい。はいはいはい。そうえどんなモーション5段目って最後なんかこうフェイタルクローみたいなルーバリンのさあ そ, うその1個前1個前4で数えて俺 回数で数えてるから俺。1、2、3。おアイさんメインキャラ18段じゃねえか。おいどうやって上げたんだ今。なにふさわしくないって言いたいのかな。ふさわしくないって言いたいのかな。アイマンってやるの久しぶりだな。しかし本来ジョニー界はですね、私 AC の頃は一番自信があってですね、でジョニー使いには何があっても負け越さないと僕は思っていた組み合わせなんですが、おやっぱあれですね、最先端のバーストコインに合わせてバーストをするとジョニー使いは深追いができなくてバースト打つかなって待たないといけないんですよね。そうするとバースト打たなかった時に攻めが継続できないんで結構難しいところなんですけど、割といい読み合いですね。うまい。今のは立ち合いミスキャン S ハイまで行きたかったが、まあいいでしょう。そうリッパーがあるからね。一旦キャン安定からリバイが出ない。あ、だ、だ、
パディ気味に投げたが、マイハイマイハイ、ツアレックマ。S つけるかな。で、ブリッツが出ませーん。バレてるよ。枝が取って、スプリットしている。チャージを重ねて、暴れ通しから、お、ノーゲージリッパー。強気ですね。まあ、レベル1の時はね、あ、今1だっけ、2だっけ。レベルとか画面の距離によって、位置によっては、2だったわ。あの、リッパーパナスト結構、リスク少ないんで、割と強かったりする。お、うまい。確認して、バーストカードできず。お、今暴れている。お、体育うまい。あ、安い。あんたこいつコンボうまいね、ムカつくぞ。あーあ、やばれ。重ねが難しかった。マジか、ジョニーゲンじゃん。ジョニーそういうレシピなんだ。これジョニーそう、回使ってないか分かんないんだよな。これアインさんの連携で、これ飛んじゃいけないやつ。お、え、飛べるやん。ジョニーはね、ハイジャンプ高いからいいんだよ。ああ、そう。あ、うまい、取りかごっすね。マイハイマイハイ、暴れと相打ちして、前ハイ、下段、苦しい、読み合いが負けている。投げ込みがニュートラルになってしまった形ですかね。これは、下掛け重ねて、そうですね。何や、下掛けを重ねると、ベイパースラストが当たらないんで、下掛け重ねは鉄板。だから、しゃがみブリッジと2択になるけど、今ゲージなかったんで、まあ、とりあえずやっとけば、自分が危ないことになることはないっていう、安定の置き攻めでしたね。あ、無理。そう、ただバックスはしたってやけどね。そう、ドマキャンしなくても実は今のステトレハンでコンボができるんですが、え、覚えてないとこういうゲージがもったいないことになる。マジ？やべえ、もたれなかった。うまい。お、向こううまい。さあキャンからスバイを読んでバックステップ。お、うまい、冷静ですね。ちゃんとジョニーの行動分かってる感じですね。これはジョニー本来ゲージないので飛びたくはないんですが、ふわふわする風の子選手。あー暴れが、あー、グリードセバー、まあ、ロマ剣あるんで、まあ、ガードされてもいいっていう保険のグリードセバーですね。まあ、とりあえずやっとけっていう。これはアインさんの連携で。あー、なんで今ゲージがなかったので、押し直すとパンチが出ます。ゲージがないときは、もうずっと押しっぱなしにしてないとダメです。回はきつそうだな、ジョニーで。まあだから本来はきついはずよ、この組み合わせ。エースは超きついもん。こんなやるじゃねえか。いいね、いいね。いやでも面白いな、ジョニーが。やっぱジョニー面白いよね。俺も飽きちゃったけど。え、私今シンとアクセルのお熱古くね、キャラ選択。うーん、なんだろう、コンボがね、割とね、それなりに揃ったらなんか飽きてきちゃった。あ、今シンがマジで面白い。あー、キャン間に合う。マイハイ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 とかってやられるとね、あの暴れ潰してなってないんですが、と暴れたくなるんですよね。そこで暴れを誘ってマイハイマイハイの次はマイハイ下段とかにして暴れを潰すっていうやり方を、アインさん取ってますね。アイラッシュうまいな。出してくれ出してくれ。そう、こうなるから飛ぶとダメなんだよ。アイキャンプラトイケル。ああ、そう、これはマイハイマイヘの次の選択肢ですね。暴れ通しですね。で、このテイクスタンなんですが、実はガードとして有利。え、なので暴れられません。おー、ガードとして有利かよ。だからテイクスタンを空投げするか。あー、なるほどね。そう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 、はいはい、有利か。あ、面白いね。あ、面白い。ミス。あー、横でしょ。あ、横か。おー、アインさんの固め方はなんか考えてる感あるな。面白いですね。あー、うまい。そう、これがね、ジョニーは強い。そしてヒット確認からのきっちり前ハイから。で、だ、そう、アインさんのこのダッシュペーパーマジ上手なんだよな。俺できねえんだよな、あれ。お、下段。あー、まあそう、前ステップしちゃうとね。俺は辛い。
そう、いいですね、いいディッパー。ロマキャンあるとね、ジョニーはこれにどうしても苦しめられる。社外室とか足場で置くわけにもいかないし、みたいな。23時までやってます。これはきつい。これはきつい。気づいた、これ伝統の回有利の組み合わせだから。これきついわ。今回ジョニーの性能ならワンチャンあるかなと思うんだけど、立ち回りは絶対きついはずだから。スタンエッジがマジで悪いな、うん、この配信一応23時まででしょ。一応予定は23時までか。23時まで、23時までの予定みたいです。いや別に伸ばしてもいいんだけど、伸ばしてもいいんだけど、23時以降とか人いないと思うから。ああそっかそっかそっか。まあとりあえず、ああ何、俺が何、小川さんにリップ返さないといけないの。えしょうがねえな。どういうこと。弟子、弟子でしょ、弟子。返した。まあ一応俺の門下生だからね。門下生だから俺の方が偉いからね。どういうこと門下生。そう、これがね、あれアンペなんだ。あ、ああ。誰が？金 S シールだね。うん。誰が溶ける？おぉできる。あーもうレベル3にしてもいいやと思って。3ニッパーシエルからで、もう一回構えて、あー救ってインストファイナー。おぉ、あのアインシャンの連携はね、必ず最初シエル張ってから、もう一回なんかタッチハイからやってくるから、タッチハイ直が最速暴れてやると勝てるよ。暴れてる。そうだ、あれやられる前に止めた方がいいから。そうダメなんだよね。お、AB さん来るっぽいけど、いいぞいいぞ、みんな来てね。あーお願いします。今カズノコさんがアインタにボコられております。整理すぎだろ。 ES シエルで、この後にシエル貼って、ここで暴れるの。そうそうそう、あ、よしよしよし、ここ。あー、おー逃げた。おいおいおい、あー何も起きんか。いやこれきついわ。俺マジきついわ。おい、ダメじゃん。え、俺、ああ、お前見てるだけで退屈だろ。お前もあれどうすればいいの。俺ってこと。ああ、財布出した方がいい。あ、いや俺出そうじゃん。はいはい、これはこれの俺の、俺がいるパスケース見せても大丈夫。これどういうこと。いや別に何もないけど、私このね、かわいいでしょ。カメラここについてるから。じゃん、お願いします。たぶん23時。まあそうだね。逃げからテイクダッシュ。あーや、あーちょっと待って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 待崩しと、崩しと火力が、どんどんが高いですね。おっとカウンター痛いぞこれ。そうそう、お互いゲージは結構あるが、カスミン赤ちゃん。まあ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 。で、20連勝ぐらいしてください。俺のエースがことごとく P に潰されるんだが。大将、知らせすぎだろう。おー、
直下してゲージを貯めていく。あ、インマンやだ、何もしたくね。さあ、ここから俺の神の地上性を見せる。どの攻撃を食らっても痛い攻撃が入ります。あああ、バータイちょっとバーストするまで待ってしまう。いやー、バータイとかいらなかったわ、ぬるいわ俺。うわー、さすがレンジャータイムは攻撃が全部特殊なカウンターヒット扱いになるのでダメージができたかです。あ、動画してる。ニールでバータイしながらこう、アクティバスうまいな、みんな。さあ、ゲージが対側に回ってくる。普通のローキックを食らってるんだが、ちょっとバータイコンボは全然減らない。あー、しっかり分かってる。こうやってやる、暴れどころ。あー、そこ最適解。あとバータイコンボ何回も、今バータイコンボ2回目読んでいる。暴れ、暴れを今度潰したので駒投げに行ったんですが、さらにそこをバックして、なるほど。うわー、走ってきた、危ない。あっちだ、あー、シャガ入った。前パンよりこういう判定が上にある。おっと、受け身狩り。さあ、これダウンバット。俺も負けましたよ、俺今出てないんだよな。さあ、ゲージ使って今度は次の決め目で、さあ、倒せる。さあ、暴れてる。さあ、大丈夫。さあ、スタンキャン、もう一回スタンキャン動いてない。あと2回スタンキャン落ちる。さあ、スタンキャン、ゲージがまだ 25% 余っているが、これはバーストが溜まってきて、ちょうどさあ、差し合いでお互い。おっと、これ中断。さあ、ゲーム 50% あるので、これはズリーよ、しょうがない、中断。さあ、これバースト。さあ、お互いゲージいっぱいある。お互いキャンキャン。あー、ゲージが、ゲージがまだ余ってますけど。バウニエが出なかった。バウニエが出なかったか。やってもだ、ちょっと財布出すわ。あ、いや、いい、出す。なんかセンサスとか両替して持ってきてもらったりできます。もはやストーリーは語りまい。あざっす。まあ、俺の金なんだから、お前しっかりやれ、お前しっかり持って、お前まあまあまあ、まあ、しっかりやらんか、お前。アインマン押し出し、バイエッジニオの押し出し。まさかいきなり負けると思ってなかった。鳴らして鳴らして鳴らしていって。あ、受け身、おっと、これ確かに拾える。確定バスト偉いな。結構あるんですが、そこのダメージを上げるためにステージをお互い50、赤キャンに取っといてます。あら、ハイザラってどっかにあると思うんですけど、ハイザラどっかが取ってきてもらえると。あざます。おっと、顔見てから今度これが減る。あーっと、危ない。受け身の割、受け身取れたか、取らなかったっすね。あ、ハンター、あー、そう、貝当たんねんだよな、これ。あ、ちょっと、スライハンテルパス。おー、見てから、ナイス、見てから、グランドバイパー、なんという反応。そんな感じ運んで、あ、
おーバイバーン上半身ぶてけイエスイエスもうゴブだから、うん、大丈夫まだゴブだからちょっと真面目にやるわまだゴブだから、うん、普段通りにするわどういうことそんなわけで喋るのは君に任せた喋るの苦手なんだよな19段ってやっぱりあー来ました弟さんアークレボで実現しなかったこの組み合わせさあこれでマチョム君が負けると、まあ、僕の存在価値がより高まるのでなるほど、俺は負けられないとさあ前出してる空投げ出し込んでありますさあバーサイコンボさあバスバスケのところでおっと前パン置いてある最大コンボ狙ってあ、アフリルがカウントするあ、カンチもやばいかおっと、暗い逃げを狙ったがリバーサブリッツが出なかったかもしれないですけどもうちょっとウルホーっぽい最大反撃がおーっと、もつれたとこがいいですちょっとビヨった時のコンボがウルホーっぽかったですねもっとジャンプで置いてあるあーいい反応そこからブリンガー狙ってましたねあーしかしちょっとアフニールを2回食らったので野川がちょっと行動が制限されてますねおっとうまい反応判断だったがあーもう限定のコンボですかねさあ確定するかおっとクイズラッシュはしないブリッツ読んでブリッツの攻撃を読んでだけどおっジャンハイが置いてやってさああと枠取ったんだけどアウニル岩さんね枠ステムもあるでしょうさあオップスキャンでコンボを伸ばすギリギリつながらなかったがさあガードさあ削りも警戒しないといけないおっと空中フライならない危なかったバックステにグランドパイプをウルフィットさあ勝ちましたねおっとマチャボになってから対戦相手がまあまあまあそれはねそれはねそこで JT さん来ましたよ JT さんが JT さん JT さんが来る普段レジャランで見ない人がいっぱいいますねいいねいいねいい嬉しいここの文字変わんのすごいんだけどえどういうことなんかこれが違かったソウロいいないいな色違うの赤と青じゃないんだ普通に色変えれるあ色は変えれるけどなんか形も変わってたから俺これ腹パン野郎になるから俺さあリターンジュースの腹パンで腹パン前パンでリターンジュースやったおっとスライディング直下して格反してるこれ腹パン打つと相手スライディングってくるからそれを直下するっていうゲームなるほどおっと見てからバースト見てからロマンキャンあっと投げかく奥手にしっかりガンフレが挟んでいるやってまったさあサーバントに囲まれているが冷静に対空ファンデットあーケビガリ空中投げサーバントが全く機能しませんねスライディング置いてあるおっとコマ投げさあ家が運びレベル5さあザックオーがサーバントに攻撃指令を出したんですが本体攻撃を食らうと子分が、外に出て、家に帰っちゃうのでおっと最終の中段さあサーバント当ててくるザック投げさあサーバントが出てきてしかし今回5キロクラウンド帰るのでもう少し時間を稼ぎたいところさあサーバントが邪魔するさあ投げからおっとダブルアップ空中消費ヘルファイヤーさあダゴイチでじゃないボールが出ますあんなあるんだ今の受け身があれは面白かった確定ですねああこれ前パンこれ腹パンがこの腹パンやろおっと、動かして暴れてさあ、家が1個あるが、なるが、レベルが低いと
そしてアバンチも弱いので、なるほど、あー、オッケーでね。さあ、家が後ろにあるんだが出てこないか、アバンチ。パーフェクト、出てこなかったですね。そう、懐かしい顔がいっぱいあるな。お、もういい、弟さんが、まあ、みんな強いぞ。やべ、強いやつしか入ってこねえ。なんだこの家ですね。まあまあまあ、やべ、俺は嬉しいけど。さあ、対戦するジャムはあんまり使う可能が決めてない。やっちまった。さあ、なんか食らってしまったが、なんで俺の時バーストめしてこないの。確かに、確かに。あ、食が読んでいるのか。食がするとマッサラ落ちてくるので、マスクがなくなるので。あーっと、うまい、立ち合い直して、もっと立ち合いがうまいですね。非常技置かない、下段技置かないと前捨てジャンハイで、僕とジャンハイか。あー、間違いだ。さあ、投げ、あー、投げになるぞ。あっと、ガーッと、このマキャン、相打ち OK。 なるほど、判断はぬるいな、俺。ちょっと展開が早いからね。おっと、前パン、あれ勝てんじゃん。前パン、勝てるんだね。おっと、今さ、縦蹴り読みのジャンプにがヒットして、痛すぎる。さあ、マジか、逃がさない。バーストかなり体力がついたが、バースト使っていく。さあ、ジャンプですが、前に着地してしまう。あと2回しましたね。さあ、中段、あー、しゃがみくらいでカウンターがつながる。蹴りすぎ、パンチもやばい。アウト、かかりさまれ。さあ、めくり、ほら見えない。あー、コンボつながってないが、さあ、オップがさね、さあ、中段、オップの中段、あー、どこでバッサー、あー、アホスターマジで。何今のバースト、ちょっと何かが見えた。あそこから上に来る、また見えたろ。あれあれ、あれエリアで来ると思ったんだ。あー、そういうこと。風切りとかで俺ね、バーストポイント知らないの、あれだわ。自分でも弱点だと思うわ。やり込まないと。あーあー、次々対戦が行われていく。あー、これ開幕正面読みカウンター2回、これは結構使用リッチが溜まってますよ。うますぎだろ、マジか。俺は打たない。あーっと、組み蹴り。さあ、バースト読みをしつつ、ダウン追い打ちをして、バースト下で確認して、今受け身が出しましたね。素晴らしい判断。さあ、2人のガード。ガード、ガード、キャンもガード。あーっと、暴れ打ってる。さあ、キャンハーフニールで、相手を逃がさない。さあ、ワンコンボ。さあ、一発圏内に行く。あ、マジで？あーっと、コンボミス、投げかく。やばい、イノセのコンボができたのはバレた今。ブラケロの炎がね、ちゃんと相手になっちゃう時あるんでね。あー、そういうキャラにはあの今のコンボ良くないんだ。なるほど、きた、カサネがしっかりしてる。さあ、カサネを弱めて、さあ、さあ、このキキャンが仕込まれてますね。そして受け身を取ると、キャン空中投げの必殺技が発生してダブルアップになるという歌なんで、わざとつながらないコンボやと。消毒と委託してんじゃないの。あ、やばい、ボルタイムか。さあ、またもやバッテリ
あ、これはきついか。あ、バースト、ここは完全にモバー。ドミーさん、こんにちは。あーっと、リバーサーだぜ、君。俺の思想が甘かった。ジャボー先生が、あったばっとりますすげえな。やっぱ竹原さんのチーム全員強かったな。そうか、そう考えると、ね、うん、まあ僕もそうですね、まあ、大会で1回勝ったんですけど、まあ、次は全然分かんないですよね。うわ、やべえ、それ線うめえな。何これ、暴れ読みの立ち早起きとか。うまー。さあ、ちょっとやっていいか。さあ、バック捨てがあり、あ、受け身があり、さあ、ちょっと残るぞ。さあ、受け身があり、さあ、受け身がありの連続。あー、ブリンガーだわ。ちょっとやっていいか。あー、下がりすぎてる。なるほど。はい、来てる前パカウンターも痛い。バンコンボ。さあ、バレ読んでいる。間違いないから。さあ、これ寄るか。バンコンボ、パーフェクト。バレを2回ぐらい借りましたね。おっと、前、足早直して。さあ、受け身から警戒して受け身取らない。さあ、バースト読み。ちょっと入んないが確定ではない。さあ、リバースバックゲーム読んでる。さあ、リバースバックも読んでる。さあ、今度はガードがガードが崩れる。さあ、受け身が。またやったわ、俺。受け身狩りがかなり仕上がったので、おー、うまい。受け流して暴れつぶしのボールが回る。うめえが強い。おっと、まあ受け身じゃん、はい、もう読み合いした方がいいかなと思って。消毒が一生読み合いされたからさ、間に合わなかったな。さあ、みんな並んでますね。はい、JT さんが入ってくる。さあ、JT さんが。さあ、JT さん、ランクアップマッチ、JT さんが。JT さんがランクアップマッチ。おっと、うまい。あ、いい、直して、コマ投げ。さあ、攻撃資料をサーバントに出すと、サーバントの攻撃の頻度が格段に上がるので、しかし時間制限がついているのと、命令を出した場合は一定時間クールタイムがあるので、回復するまで同じ命令は出せない。さあ、しっかり見てたか。さあ、早暴れ、いいか、やる。こいつね、砕けるからハフニール入るんだわ。へぇ、やりたかった今。なってるか、ハフニール荒げんだな。おっと、ボルカに安全の上で入るか。さあ、家が持っているな。なにこれ、なにこれ、困らせる。あー、やっ。さあ、家が1個レベル2になってますね。さあ、本体攻撃食らうまで。なんか来たよ。おっと、無敵技。あれは下に行け。コマンド簡単ってきたね。さっき見たよ。さあ、受け身が4で。さあ、これ飛び道具無敵になるモードです。わあ！
俺ね、こっちが苦手なんだよ。ハイジャンプ系が基本版で、あ、マジか。おっと、攻撃命令出す。家が壊れて、攻撃命令出して来ましたね、サーマントが。もうサーマント仕事してるだろ。あっと、守ってくれない。いや、一人ね、伝説の剣を持ったね、サーマントが助けに来たんですけどね。まあ、砕けろ食らって消えましたね。まあ、しょうがないね。盾は持ってなかったな。イージスの盾は足りなかった。来るか。俺が面白いコンボ見せてやろう。そうなんじゃ。あー、JT さん。都内ってジャック多いのかな。俺大宮さ全然いなくてさ。いや、ジャック全然見ないけどね。あ、そうなんだ。やっぱ一番いないんじゃない今。ジャックはマジでね、全然やったことない。なんか今消毒みたいなのされたんだけど。あの出方、バーを下に入れながら D ボタンを押すまで出来技だ。さあ攻撃命令を出して、これか。君狩り、なにこれ、これ連打していいの、連打していい。君狩り気をつけて。よっしゃー。ターマンとはレベルが上がると若干強くなります。また攻撃命令を出している時のターマンとは攻撃ヒントが高いので、ここは結構強いです。おー、ちょっとハフに入った。いてー、なんだこいつ。やめろ、やめるんだ、やめるんだ。あ、そう、話せばわかる、話せばわかる。おー、そうそうそう、ダメーの。ああ。行く。おお、素晴らしい反応。結構時間短い。間違いなく、あの、あ、これ当たるとタイなんですよ。一発ですけど。向こうも警戒してます。ああ、走んないんだけど。ああ、どうしようこれ。間違いなくて、バータイコンボ、じゃない。これやばい、これやばい、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 やばいの、俺やばいの。上投げで、あっと、コンボミス。コマ投げが、コマ投げのサーバーと邪魔される。セミ狩り、コマ投げ、ラブラップの嵐だが。あー、ボルカ、ボルカじゃねえ、ボルカボルカねえねえからの、ドラゴンインストロボルカ。よくわからん。補正の空投げ食らってんの分かった。あれコンボにもできるんだっけ。コンボにはできないのか。コンボにはできないでしょ。あ、じゃあ受け身取んなきゃ。あれ格安じゃね。リバーサボルク無理なのかな。あれだって投げ技でしょ。うん、投げ技、投げ技だったら前受け身で投げ目的ついてる。どうなんだろうな。あれ投げ目的だけついてないんだっけ。え、投げ目的だけついてないんだっけ前受け身。あ、分かんない、全然知らない俺そんな辺は。投げ目的どうだったかな。そうなんだ、ついてないと思うよ多分。だからソルのあれができるんだよ。あー、安いなぁ。なんだこれ、エルフェルトか。いてぇ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。おい、なんだこれ、受け身取るなってこと、受け身取るなってこと。やってねえんだけど。あ、そっか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 、アイキスフィールドってあれか。
離れてる。おー、強引だ、強引だ、リボルバー。ゴールか。あー、受け身狩り。バトしない。リスナーさんから差し入れもらいましたわ。俺は、いや、ごめんなさい、自分だけもらいました。そうなんだ、自分だけちょっとレッドベルもらいました。あー、うめえ、痛いんだけど。さあ、サボット出てくるぞ。さあ、攻撃命令が出る。これ、これ、これ、パーソン今度 S いるから。あー、なるほど。あいつが来る。おー、読んだのに。からの、さあ、ちょっと残るぞ。やばいやばいやばい、ちょっと邪魔しに来るけど。ダブルアップ、なるほど、ね、ダブルアップの駒投げ、 JD さん多すぎじゃねえ、ちょっと他のコマンドがコンボ最後ね、最後の締めでなんか落とすやつとかありそうだけど、ね、ある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 よね、あるあるわざとやってないでしょ。さあ、対戦が途切れたぞ。はい、できる。今できたわ。ちょっとディレイいるんだ。え、それ減るの？減らない。あ、減らないじゃん。バーストができない。減るんだ。おや、JT さんの様子が。おや、JT さんの様子が。様子がメインキャラね。俺もシンがいいな。俺シンね、結構段位高いんだ。あ、そう。17ぐらいある。へー、え、最近なんか大須さんにアクセル教えるようになってからね、アクセル使い始めたんだけどね、めちゃめちゃ面白いわ。嘘、やばい、ハマってる、うん、アクセル面白いんだ。あー、ちょっと投げかく、エミガリ釣られたんだけど、バータイコンボ。おー、暴れてる。ほら、俺効かないんだよ、ブルバッシュ。バックステで出ないんだけど、出ないんだけど。あー、2キリじゃないよ。あーっと、あー、3の確信。ちょっと待って、どっか行くんじゃないこれ。戻ってくる。俺効かないんだよ。おー、見てからバックステ完全回避。俺には効かない。バッテマチョボーにブルバッシュは効かない。これって入らしといて。え、自分で言うのはちょっと、はい、自分で言うのはちょっとさあさあ、読んでいる。リークドライバー読んで、対空完璧。ゴミスバレてますよ。バンさあ、めくり、あとガード、あー、確定、キャンしないと確定。さあ、バーストが溜まる前に死ぬ。ステージ綺麗だよね。あ、ステージめっちゃ綺麗だよね。俺結構今回のステージ超好きなんだけど、全部。あー、ステージもなんか、うん、さ、全体的にええやん、綺麗に綺麗にした気がするけど、ね、うん、ステージ露骨に変わったよね。変わったね、うんうん、俺結構ね気に入ってるんだよね、今回のステージ。もうニューチャレンジャー来ますね。ニューチャレンジャー、ヒーローかまだ、ニューチャレンジャー。金多いな、いいね。今度ね、関西行く予定なんだけどね、その時にドグラさんと100本ぐらいやってもらおうかと思って。あー、へー、そうそうそう、だから金ちょっとやりたいんだよ。普段あんまできないからさ。
配信でやってくれたまえよ、配信で。腹パン腹パン、もうバスト使わない、減るぞこれ。あっとバーストしてしまう。わあ、バーストのポイント悪かった。ベビーさん、ベビーさん前捨て勝ち敗者が、はい、ブリッツシールドチャージアタックか。キャラ投票は24とか27とかあったり。マジか。あー読んでる、一番痛いの入れた。あーぬるいぬるいぞ、ぬるいぞ。あんだけジョニーで、俺のジョニーぬるいってたのに。本当だよ、彼もぬるいぞ。申し訳ありませんね。なんなんだ、ぬるいぞぬるいぞ。今のしょうがない、ぬるいぞ今のしょうがない。俺だったらダッシュ完成ワフニールで買って取ってたぞ。あ、じゃあブリッツしてたじゃん今、ブリッツ。いやいやいや、ブリッツしてたから下がったんだよ。いやいやいや、もうカウガンフレカウンターで燃えるか取るかで痛くなったでしょ今。確かに、あ、実は他のリスナーさんにも差し入れもらいまして、なんかもらったの。そう、これもリスナーさんが差し入れを。東京ミルク、はい、なんとかなんとか、はい、もう一個あるんですけど、ちょっとそれ後でいいか。ありがとうございます。やばいやばい、あとで美味しくいただきます。いや、これはみんなで食べてくださいって感じらしいんで。うまい。フライなんて強い。さあ、命令を出していないか。ちょっと命令、待てだ待てだ、命令出すのちょっと失敗してますね。命令出すコマンドが下下ハイスラーなんですけど、その後に TKS ハイスラーで命令が4つあるんですけど、下下ハイは出てるのに命令が出せてないですね。暴発かもしれないですね。暴れてるし、あーっとスライディング読みの前ハイカウンター下がちょっと遅かったか。前ハイやっぱリターン違いすぎね。あ、違うね。腹パンと前ハイいなくなってんだけど。あ と, あと JT さんのカウンターを連続でもらう率が半端ねえわ。もう連続じゃねえかよ。ジャック王の強いところ上げるとしたら何？なんだろうね、嫌がらせ。強くねえじゃねえか。なんだろうね、ジャック王の強いところ、まあレベル3の時やばいよね。あ、やばいの。うん、何もできないじゃん。え、サーバントの攻撃の発生早くなるとか。え、なんかやたら攻撃してくる。あ、頻度があるんだ。いじめてくる、なんか。まあ、あれ攻撃命令出してる時とレベル3って一緒？頻度。あ、全然わかんない。わかんない。どうなんだろうね。ワンコンボ。あと2K じゃないぞ。キャン。キャンとかしたかったっすね、どっかで。コンボ。ああ、パワーキャンして肉ゲージ回復。冷静。ああ、見ている。来ている。
あ、スライディング、あっとブルーは見てから、俺でブルバッシュは効かない、ワンフェスでできちゃう、変でしてこう、これ東京判断が良すぎるな、8杯単発確認、ローマンキャンブリンガー、あーそのまま拾う、バウンド待たない、バウンド待たない、寝るね、面白いね、だね、久しぶりにこんな対戦できるからちょっと楽しいね、あそういろんな人と対戦することあんまないから、同じ人となんか数やるのはあるけど、あそういろんな人とこうぐるぐるやるのあんまないから、あんま都内行かないからね俺はね、お前普段どこでやってんの、ミカド秋葉、秋葉、秋葉なんだ、あ俺でしょ、うん、お前お前、うん、秋葉秋葉秋葉近いから、秋葉意外だわ、まあ、ニューチャレンジャー、秋葉近いもんね、確かに、うん、秋葉近い、でも人いるんだな秋葉は、いいね、さあ取る同桂だ、小倉対マチャボーのネット対戦のやってみましたけど、ネット対戦でもバックステ出てましたけどね、見てから、うわぁ遅え、遅えよ俺、マチハイを立ちくらいでカウンターしてると低ダイスが入って、しゃがみくらいでカウンターしてるとブリンガーが入るんですけど、この状況判断がすごい難しいですね、で画面端のコンボの締めは、まあ、ボルカ締めかリボルバー締めのどっちかだと思いますけどね、なんで俺が投げてないんだなんでやられたみたいな、おっとブリンガーのダメージ伸ばす、出ない、あラッシュが出ない、あっとが1個目のガンフレが持続で重なって、2個目のガンフレを暴れられない、ハメだな、あーもう、え、何どうしたの、どうしたの、病んでんの、大丈夫、病んでないよ、開幕インエスジャンプしてあの病んでる人、病んでるじゃん、なんで飛んだのっていう感じだよね、あそういうこと、うん、びっくりした、開幕インエス飛んで叫ぶ人初めて見た、危ねあーバーストパウゲージがない、ゲージがなくてバーストもない、間違えた間違えた間違えた、あー2回ロマキャン円安、ぬるいわ俺今日やばい、ぬるいね、30点ぐらいだな、30点ぐらい、ぬるいね、さあ対戦相手が、はっ対戦相手が、対戦相手がマスオさんって何、お前なんかやってんの、ええー、って言うじゃん、ああそういうことうう、ね、本当かい、いやいややってんじゃんなるほどね、本当かいって俺ね、対戦中お前の声ほとんど聞こえないんだよね、あ、嘘、うん、全然聞こえない、もっと近くで喋んなきゃな、はい、今頼むわ、箱でアインマン、アインマンの入場です、アインマン、ああアインマンの回いいな、すげえ参考になるな、回使う、え回使っちゃう、いやいや俺はキャラ相手ジョニー使ってっからさ、そんなコロコロ変えれねえよお前、なるほど、あー食らってしまう、バスト、おー今3位との上下あたり完璧、次は来た、どんどんバスケのガード、みんなガード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 空投げを嫌がって空中スタイチやったところに、だ選挙24日かららしいよ、あはん、ジャムと一緒、へえ楽しみだね、
能性ちょっと入るのかな。それ来たら使いますよ。暴れる。茶わみき暴れ。うまい。暴れの使い分けが今すごいな。おーっと、こっちも暴れていかー。あー、それは買い使い。うわー、なんだなんだ。ジャンジャンプして置き攻めするヘッドプレーナーは見たことないぞ。あーっと、うまい。そしてダウンを取りに行く。ゲージ58とエリアルからダウンが取れます。回はアメハンじゃなければ。ただ相手は鋭い。おっと、空中ブリッツ出てる。ボールか読みか。おっと、倒れてるし。おっと、対空前パン出ていたけどちょっと遅かった。おっと、お互い引きゃん。反応が早い。あ、ボールか、暴れる。さあ、ゲージがないぞ。おーっとー、3期間読み、3期間読み、絶対やったと思うよ、聞いてみ。ダメだった。あれないと止まんねえんだ。何やってもダメ。あ、ね、グランドがワンチャンあるぐらいかな。秋葉原でギルティするんだったらヘイじゃないですかね。そうなの。急瀬川はあんまり、まあ、あとはなんといってもやはりここ秋葉原レジャーランド1号店。だってかすごくない、台数多くない。台数多い、10台ぐらいあるよね。すげえわ。秋葉原レジャーランド1号店、これ波来てると思います。何て、シーンめっちゃ多いな。シーン多いね。気づいた、ボタン効かねえわ。え、マジ。うん、なんか変だなってずっと思ってたんだけど。何ボタン、あっちがたまに出ない。ああ、まあまあいいよ。だからか、俺だからか。なんか出ねえ気がするんだけど、ボルトが出ねえもんな。あたまに効かない。ケイスケさんが一生懸命量使ってる、なんか嬉しいな。なんかギルティーな最近すごい流行ってて、なんか周りのウルホーゼとかも結構やってて、めっちゃ応援したくなる。俺に何でも聞いてください。だからなんか東進激突するときから梅さんに教えたりとか佐古さんに教えたりとかいろいろあったけど、人に教えるのって俺結構好きかもしんないな。なんか楽しいんですよね。カズノコさんどこ行ったの。あーバカ野郎。あ、ほら出ない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 、叩き星が出ないんですけど。叩き星が出ない。これは出るべ。
あ、覚醒体なの死んだかな。カズニーが来ない俺一人ちょっと厳しいんですけど、タメブリッツのコンボ、いやキャラゲンじゃないです、全キャラに行けますね。いてーいてーいてー、おー間違えた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 、わかった間違えちゃったよ。いてぇいてぇ、あーちょっとちょっとお願いします。あ、おです。じゃあ次お願いします。次。ヨロさん今ボタンがちょっと1個引きづらい疑惑あるんで、ちょっとボタンを直してもらう感じで。あ、すいません、ありがとうございます。俺、シン使いたいんだけど。え、俺、シン使ってもいい？いや、でも次、お医者さん入ってきてくれるっぽいんだよね。え、あ、そう。いや、なんか飲むのいる？あ、いるいるいる。何がいい？何があるか分かんない。コーラはとりあえずあるでしょ。じゃあ、それで。
エリー過ぎだ。やってね。あざす。銃弾には思えないこれ。イカノデの方なのかな。さあ空内からワン。おお。さあウロ。ウロストールで倒しきる、削りきるか。相手のバスがたまるがちょうど倒せるわ。ああ、ぶれ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 。なんだろこれ。相手ゲージがある。銃弾。さあ残る。さあ残る。おーっと、やっちまったこれやっちまった。おぼりちゃん、ちょっとあー、マネーパン。おい、投げねえな、これ。あー、マジ減る。うまい。うまっ。それ合わせ、これやばいな。でも銃弾には思えない強さですね。あ、ダウンいて。さあ、ロマンちゃんからワンコンボ。あー、ゲージを使わない。さあ、カウンターバースト読んでちょっと残るか。でもさあ、ダブラップ。さあ、ダウンになっちゃうが、さあ、さあここでキンパ当たる。うわーんと、今まだ置いてあるんだけど、読んでたけど地獄がちょっと短かったですね。ある。なるほどね。上の対処考えないとダメだな。ああ、そうなんですね。うん、ガンフレ読みのあれうまかったな。そうだね。だから本当はガンフレ良くないんだよね、あの組み合わせ。デクセルやっちゃうんだよ。さあ、ここで投信が来ましたね。投信が、投信、おー、赤いんだけど。赤いんだけど、20段赤いぞ。赤いぞ。初めて知った。赤くなるんだ。かっこいい。ない。さあ、小沢の真っ赤なポチョムキンが投信たちの対決が、さあ、直外読みのこれが。さあ、見てから最大入れようとしたが、マイパーの発生が若干遅いですね。もしかしたら調整された？ハンマーホール調整された？いや、なんか結構ね、当たらない時あるんだ、これが。こうなる。そう、俺あれを期待してるんだけど。どうぞ。あー、太鼓だ。あーった、ジュリーと。
え？マスオさんやめてもらっていいからちょっとマスオ言わないでよ。マスオさんやめてもらっていい。あー、カウント確認。これはこの時は下がるくらいでも正代さんのある。前パンダ暴れつぶし、カウント確認。前パンのグリーンが、あー、恐ろしい状況なんだ。あっと、しっかりバックステしながら AS で確定を取る。勝ったー、投手に勝ったー。これ段位上がりますよ、連戦してる段位が。ユディア面白いな。面白いね、うん、おっしゃさんのポチョムキンやっぱ見てて面白いな。確かにそれはある。俺も投身だったわ。え、忘れてた。いや、投身だよ、ゲーム。ちなみに、俺もね。ちなみに、俺も投身だから。ちなみに。なるほど。まあ、同じ投身としても、ちょっと今の試合はちょっとね、鼻が高いよ。いい試合が見せれてるんじゃないかなと。はい、はい、マスコットは。さあ、わーっとカウンターヒットをもらいたい。あれ、おっと、早かったか、ハムニール。ちょっと待ってから、ハムニールか。さあ、ブリンガー。さあ、前歯、前歯。さあ、当たんねえんだけど。いや、いいだ、当たりすぎだろ。井上さん、笑わすのやめてもらっていいですか。いやいや、当たりすぎじゃねえな、すげえ。あ、やばい、兄さんのチュープリが。同じ。おっと、対空ずらし。さあ、このフィールドがあるときはガンフレームが消えます。いてー、おっと、前ハイ対空。おっと、前パン対空。どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。ハマってます、ハマってます、ハメじゃねえかよ、ハメじゃねえかよ。ハマってます、オッケー。真ん中のダブルアップミス。あれは攻撃命令が出てるので、攻撃の頻度が1時間上がりますね、サーバーから。さあ、立ち S が強いですね、立ち K かな。さあ、ハラメリが。さあ、サーバーがいっぱい来るが、攻撃本体攻撃食らうと、帰ってしまう。コンボ。あっと、リバーサルバーストで、あっと、バースト超費、バースト確定は無敵時間がつくので。これ全然知らないんだけど、あれあれでもガードを させられたら分かんないよ。3点だと当たってなかったけど、確かにアモルファス的な感じなのかな。的な感じだね。基本コンボを伸ばすのに使ったりするの見たことあるけど、どうなんだろう。あんまり使っ、あんまりジャックを見ないからよく分かんない。その通り。また来た、赤いの。さあ、投進、投進対投進、そして解説の私がさらに投進というギルティで今一番熱い、一番トップレベルの試合と解説が楽しめるというその豪華さ。非常にバサボールか。あーっと、ハメに食らってしまう。さあ、正打、ハイジャンプ、空中ダッシュ、ジャンプ系が出てないですね。オニール、さあ、動こうとしてるところに当たってますね。オチョムキン側も立ちハイとかエイエスとかで技を置きたいんですけど、そこに合わせてファフニールをマッチャボー選手が入れてますね。さあ、これは足場で確定。おっと、FDB が出ない、飛びとこ跳ね返すデコピンが出る前にガフラ当たっちゃいましたね。さあ、ファフニールを直下してもハはない。この立ち配と円安、もちろんの円安と立ち配を機にファフニールがほら、うめえな、バスバス触ってますね。さあ、ガフレ読みの FDB だったが、たぶんガフレ出していない。おっと、食らってしまう。あー、俺ね、こっち側できないんだよね。
許してくれ。ダッシュ系が1回も出ませんね。そうなんですよ。あキャン、さあ距離止める、うまい、うわチョブがうまい、おー確認、チョブが失敗したの確認の、さあじゃあハイロマギャン、カウニール、ウニール最強の腹パンが、あっと出すと壊すか、もしや俺が悪いんじゃないのか、さあこれは押田さんピンチ、読まれてる、まあいいや、あさあ、見知った顔が増えてる、さあ、押田さんの直眼を逆に利用して8杯ヒット確認からのロマキャンファーフリー、8杯ロマキャンで200減るんだ、ダメ、うん、絶対やった方がいいよ、確認できるから、あれ減るんだ、俺あれで飯食ってるからね、さあここで癒しの JT さん来ましたね、まあそういうこと言うな、癒しの JT さんが投げされて、あーっと食らってしまう、なんなのあいつ許せねえ、あいつカウンター、ワンコンボ、あーこのコンボ、コンボのダメージ、うっきら、あああーっとビオル、あーあめはじに行った時はちょっときつそうですね、どうぞ、あこいつマイピあるんだっけ、マイピある、どこどこ、攻撃判定ちっちゃいけどね、何あいつマジ。ハマが邪魔するが、よくわからないが、よくわからないが、さあ家コンボ中に家がどんどん破壊されていくのがよくわからないが、家壊れる。あーっとぐるぐる回してハイジャンプでテイク出ちゃった。さあ邪魔してくる。なんだなあいつ。あ邪魔してくる。なんだなあいつ。なんだろこいつ、打っていい打っていい、あ邪魔してくれ、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ、レベルが3ダウンウィッチがこうか、あーっと無敵技出て届かなくていいじゃないの見た目が面白すぎんですけど、見た目がハロハロの、おー入ってこねえのかよ、大事だ、いっぱい来てるね人、嬉しいね、ね、かなり嬉しいわ、俺の段いつ上がんの、あ、段上がんないね、くれ、段よくれ、あ上がりそうだけど20段はちょっとまた違うのかな、おーいよいハンマーホール出しきれ、さあハフニールは直下しないとトール側が有利、さあハフニールの差し返しを狙っているのに対してスライドヘッドをお見合いで使っていく、うますぎる、調べすぎだろ、お茶さん調べんのやめよ、あーっかちゃいカウンターたまらず出すと、はい、うまいな、間違えた、カウンターしてないが手出せる、うわおっとヒートが出なかった、カット入っちゃった、さあ、あーマボじゃないでいいファウニール、ブリンガーファウニール、ブリンガーとファウニールがいっぱい入った、俺の腹パンが、腹パン減りすぎだろ、あっとヒリビ失敗、それはまずい、まだまだ筐体に大人が馴染んでいない可能性もありますね、さあ大丈夫置いてある、さあ
まあカウンターヒット手高もうやらないジャンプテイクだしか出ない。あ、ジョグガー、ジョグガしてる、ジョグガ、ジョグガ、ジョグガ、ガードゲージが溜まる、うまい。さあ、相手飛ばして、さあ、タイガーさんでうまい。おっと、ブリッツ、なんだ、なんだ、なんだ、パフニール読みか。おっと、勝って、しっかり見える、暴れ、最速。さあ、大人苦しい、苦しいぞ。あーっと表見えない、とバー対してしまった、バーストはしていない。ブリッツじゃない、ブリッツか、うん、俺めくったからあれじゃない、あーでもかけないか、かけないじゃない、うん、ニュートラルで出すやつだ。おっとここで大ちゃんが、大ちゃんが座る、大ちゃん来た、スーパーエンジョイ勢とかしたかつてのユリティギアトッププレイヤーの大ちゃんが、あーっと強キャラ使ってんのは強キャラ、俺も強キャラだからな。大ちゃん最近みんなあれだよね、名前普通になったよ ね、海外行こうからなんか分かんないけど、なんかエボ行ったあたりからみんななんかカード名自分のちゃんとしたリングネームするようになったよね。みんな全然違う名前でしたね。あー鏡くらい限定コンボ、うまい、パーソナルアメリカグランドバイパー買って、あーカウンターしている、おっとぬるいぞ、見える、うまい、こいてる、さあ立ち上がれ、あーしっかりファフに毒がして、さあこれブリッツシールドチャージアタックですね。今回から導入された新システム、ブリッツシールドチャージアタック、何あれぴったり重なってんだけど、さあバレてこう、さあ削りも経過しないといけない、みんなネタ知ってんな、あーどっか行った、うわあ持ち帰られた、あーすぐ投げ、録画すると投げで割れます、メイクダッシュ、おーっと読んでいる、何の角がねえんだよ、おっとドロマキャ、あー逃がさない、ガブナッチから、動かせる、動かせると向こうより動か失敗、置いてあるー、しっかりコンボ、まあ、大ちゃん粉砕されましたね。お前暇そうだね、変わる、え、どうだ変わるか、いや全然楽しいです、全然楽しいです、ずっと俺やってね、全然楽しいです、ダイが上がるとこ見たい、いや俺あの赤いのとやってほしいけどね、お前、え、お前あの赤いのとやってほしいけどね、俺、いやいや全然やぶさかではないよやぶさかではない、やぶさかではない、負けたら変わるか、ああ、ただお茶さんはリベンジで燃えてると思うよ俺は、まあなるほどね、なるほどね、おはは、でもライディング見ると前はやべえ、すげえ困ってるけど、やべえ、ゲイティさん仕上がってるわ、スライディングの出し方が、あー泣きました、あ投げ目できないんだよね、なるほど、おお邪魔された、なんじゃこりゃ、なんだあいつ、なんじゃこりゃ、ふざけんなマジで、なんじゃこりゃ、邪魔すんじゃねえよ、見える、あー早かった、コンボ、あーっとコマ投げってかあれだよね、ジャックオン戦はなんか投げた方がいいっぽいよね、ああコマ投げまずシャガディに勝てるのとサーバンとか迫ってくるじゃん、
さっさと投げた方がなんか投げ抜けでも消えるらしいよ、ちなみに。あ、そうなんだ。あれ下 D って投げ抜けないんだ。ない。あ、いや、スライディングでもスライディングの出し方が出てた。この敵とアラスプレイが強い。すごい技を使いこなしてるな。あー、痛いぞこれ。このリターンを押し付けていくスタイル。あー、後ろに何かいる。なんだよあいつ、邪魔すんだよマジで。あー、トンボ。あー、仕上がってる。あー、仕上がってる。あれね、ゲージがないとね、発生が遅いんだ。発生が遅いか。ゲージをちょっと使うのか。おっと、コマ投げ。さあ、ちょっと残るか、でも。ドバイパー。翼ね。あー、コマ投げが暴発してる。コマ投げが暴発してたように見えますね。多分、ソルのね、ジャックオー対策、むちゃくちゃやることだと思うよ、マジで。荒らしプレイか。なんか荒らした方が安定する。と思ってる、今はね。で、時間与えること自体がそもそもジャックは有利になるしね。あー、まあ置いてあったもんね。そうそう、サーバントいるから。確かに。技衣装、なんか技も結構強そうなんだけど。技衣装は普通、ソルはあの2択にできる。マイティで遠征勝って、タッチ系とかで、下段はあの直画でもいいし、今みたいにマイハイヤーでも勝てるし。バンクアップマッチ全然起きねえな。なんなんだろう。押下さん、神に守られてるな。どういうこと。おいおい、騙されたよ。おい、リバーサー、ダンバー。そうそう、次の段階行ってもいい。いいよ。あ、よ、人読みが次の段階に行くそうです。あーっと食らっちゃう。なんだろう、結構食らっちゃってますね。ゲージがギリギリたまんない。あー、痛い。ダンスリー直が4、直が空中ジャンプ読んでいる。さあ、おそらく上がするが、早速でも跳ね返して、うまい、大いたる。あーっと、これは痛い。これはスラッシュですね。スラッシュ、なんかレゴピンがあんまり出てないですね。おー、できる。これは ES に勝てる行動。おっと、ガンフレ読みのハンマーホールだったが、頑張り出していない。あー、これ痛いぞ、これは痛いぞ、これは痛いぞ。あ、間違えた。おっと、ハフニールシュートだった。おっと、うまい。入れたよ、絶対。いやー、まあそんなこと言われましたも。入れたよ。ダメ、嘘つかないんで。おっと、ハンマーホール出していく。脱出させない。さあ、大丈夫か、刀って。おっと、ボルカ読み。おっと、ボルカ読み。あっと、うまい。エース直して。おわー、完全に痛く。あ、ドブしている。あっと、これでいいか。あ、ゲージがない。ゲージが悪い。あっと、当たる。さあ、バーストはどこで吐くよ。ゴマ投げ。ちょっとこれは残ない。変わるか。え、変わる。嫌なの。嫌なの。変わろうか。